2番乗り場から区間快速 JR 東海線経由同志社前行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。May I have your attention, please? The train will be passing through track 3.
お忘れ物のないようにご注意ください。ご注文くれたと、南海速、JR 東海線経由、木津行きとなります。一時、列車とホームの間が、少し空いているところがございます。乗り降りの際、足元にご注意ください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。この列車は12時53分発、JR 東海線経由、区間快速欠席です。発車まであと3分ほどお待ちください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。Thank you.
月行きをご利用ください。この電車は JR 東西線鹿島北新地京橋方面へと参ります。区間快速を気づいてです。13時2分の発車です。発車まで5分ほどお待ちください。大阪、新大阪方面をお越しのお客様は向かい側5番乗り場の快速京都方面安井行をご利用ください。この電車は13時2分発 JR 東西線鹿島北新地京橋方面へと参ります。13時2分発 JR 東西線鹿島北新地方面へと参ります。区間快速地図行き間もなく発車いたします。お利用のお客様は車内でお待ちください。発車電車が少々揺れますのでご注意ください。
この列車は赤快速木津駅です。止まります駅は花店、住窓、四条縄手、四条縄手から先終点の木津まで各駅に止まります。発車まであと2分ほどお待ちください。
間快速気づき、まもなく発車いたします。京橋を出ますと、次は花店に止まります。
関海速気づき、ドアが閉まります。
口は右側です。
は津田出口は左側です。
松井沼邸です。出口は左側にあります。
大隅です。お出口は右側です。
下前です。お出口は右側に変わります。ドアが閉まります。ご注意ください。
お待たせいたしました。次は下駒です。お出口は右側です。
次は西木津です。お出口は左側です。押してください。ドアが開きます。